くそー、誰のシナリオにしよう。ピンク行くか。ちょっとピンク行ってみるか。一番好きなのはミキちゃん。よく晴れた休日の午後の公園、そこは子供たちのはしゃぐ声であふれ返っていた。アスナもその中の一人だった。そうして無我夢中で遊びながら、アスナは時々ベンチの方を振り返った。そこには大好きなパパが座っていた。そしてアスナと目が合うと必ず大きく手を振ってくれる。きっと困った時にはいつでもパパがアスナのことを助けてくれる。そう納得するとアスナは安心してまた元の遊びに没頭するのだった。そんな中、彼女の耳に少女の泣き声が聞こえてきた。めちゃくちゃなこと言うじゃん。でも、どうしたの？どうやら女の子が落としたおもちゃを男の子が取ってしまったらしい。状況が分かった途端、アスナは急に腹が立った。大きいお兄ちゃんなのにあんなに小さい女の子をいじめるなんて。アスナは小さな拳をぎっと握りしめる。そしてつかつかと二人のそばに歩み寄った。なんだお前。男の子がアスナに気づいて睨んでくる。だがアスナも見上げるようにその男の子を睨む。あんた、なんだぞ。幼い怒りがストレートにアスナに向く。その段になって初めてアスナは怖くなった。泣いていた少女をかばう背中は少し後ずさる。少年が握り拳を振り上げた。ぶたれる。思わず身をすくめたその時だった。アスナ。彼女を呼ぶ声が背後から響いた。大好きな声、パパだ。振り返るアスナの目に父親が駆け寄ってくる姿が映った。アスナは心の底から安堵する。これ心底って読むの？もう大丈夫、心底パパが助けに来てくれた。すると少年は罰が悪そうに振り上げた拳をそろそろと下ろした。少年は口元をゆがめアスナをもう一度睨むが、彼女の足元におもちゃを放り投げ、いらねえよそんなの。大人が出てくる方が卑怯じゃない？でもこっちは女の子だから捨て台詞を残してかけていった。ありがとう。振り向くとアスナに向かってはにかんだ笑顔を向ける少女。その手におもちゃを握らせるとアスナは父親の手を引いた。アスナの頭にポンと大きな手紙。あったかくて大好きなアスナの自慢のパパ。死ぬんだろうな。アスナははっと身を正し、ぼーっとしていたようだ。オルガとクロエが相変わらず言い争いを続けて広く広げていた。その後の進路について意見が食い違っているの。もう30分もこの調子だ。これ見よがしに大きなため息を吐いてみせるが、オルガもクロエも一別すらしない。最初は二人が勝手に進路を決めるのが気に入らなくて、アスナも口を挟んでみたりした。だがそれも全て一蹴された。いつもそうやって私を無視し、自分たちばっかが正しいと思ってんじゃない。そこでずっと遠目で二人のいさかいを眺めながらも無視を決め込んでいたのだ。その時アスナと同じように遠巻きに二人を見ていたいとこが立ち上がった。何あの子。若干呆れながらもイトカが自分から人に働きかけるのが珍しく、アスナは興味を覚えた。だがオルガとクロエは最初その声に気づかない。白熱する二人の口論にようやくイトカの声が割り込んだ。クロエとオルガが同時に振り向く。しどろもどろになってうつむいてしまう。アスナはその様子を遠くから眺めながらつぶやいた。あの子本当イライラするの。言いたいことも言えないの。やめとけばいいの。だがイトカは次の瞬間意を消したように顔を上げた。アスナはポカンとした。思わず声に出してしまう。そして面と向かって言われたオルガもアスナと同じように面食らったようだった。と、あのね、イトカ、これは喧嘩じゃない。でも大事な話だから。ずいぶん困った様子で子供に聞かせるように説明をしている。だが一方のクロエはそんなに優しくはなかった。お前何を言っているんだ。あ、声には明らかな侮蔑がこもっていた。わかりもしない話に口を挟むの。意外ともっともなことを言っている。でもうるさい、お前は黙っている。クロエがピシャリと言い放った。その言葉にイトカは肩をびくりと震わせた。そして凄んだようによろりと一歩引いた。透明のアスナにもその傷ついた表情がありありと見て取れた。ユロ、その言い方はひどい。オルガが抗議するが、クロエはふんと鼻を鳴らしただけで再び今後の行動シーンをオルガに対してまくし立て始める。つられてオルガもその話題に戻っていった。そしてまた二人の口論が再開し、イトカはそのそばにいながら完全に置いてけぼりにされた。バカじゃないの。ジュレの天末を眺めながら
アスナはもう一度そう思った。あの場であんなトンチンカンなことをすれば誰だってバカにされる。そんなこともわからないであんなに気づいた顔をして。本当バカ。アスナは心の中で糸がわざ笑った。性格悪すぎんだろこいつ。そのつもりだった。だがなぜかおかしさよりも嫌な痛みばかりを感じた。何かが胸の中をチクチクと災難でいる。自分は結局見ているだけだ。傷つくあの子を助けもせずにただ傍観しているだけだった。あの時もおや、くそ、蘇りかけた嫌な気を、それを振り切るようにアスナは強く頭を振った。その夜一行は結局この場所で一夜を明かすことな。天殿に散らばってそれぞれが気に入った場所を見つけそこで就寝する。だがどれぐらい経った頃だろうか、体を揺すられる感覚に眠りの中から無理やり起こされた。何よ、赤くパパの夢を見ていたのに。的場リサちゃんかな。だがまどろみの余韻は誰かの叫びで発見された。地震よ。あ、飛び起きるとかなり大きな揺れだ。少女たちは床に這いつくばり揺れが収まるのを待つ。そしていつものように揺れはゆっくりと収束した。みんな大丈夫？これミキどうしたんだろうね。オルガが確認の声を上げ、みんなが口々に無事を伝える。アスナも大丈夫と答えようとして息を飲む。いとこの姿が見えない。アスナが眠りに落ちる直前にはすぐ近くで丸まって眠っていたはずだった。いとこがいない。どうせまたその辺をうろついているんじゃないか。クロエがめんどくさそうに言う。そうかもね。いたわ。ミキもそれに同意する。少し待ってみましょう。すぐに戻ってくるかもしれないわ。オルガも慎重だ。だがアスナはそんなみんなの態度に憤り声を荒げた。どうしてみんなそんな悠長にしていられるわけ。あんなに入れたんだよ。そうだけど危険な場所で動けなくなっちゃってるかもしれないじゃない。珍しく人のことで激高しているアスナをうさんくさげにじろじろと見ながらクロエが言った。それでもそのうち帰ってくるだろう。一眠りして待つのが得策だ。アスナはカッと頭に血が昇った。帰ってこなかったら急にどうしたのこいつ。その勢いにその場がしんと静まり返る。アスナの心はなぜか焦って、いやてか交代で寝ろよ、なんで監視いないの。そこまで頭が回らないんだって。パパは帰ってこなかった。クラスメートのあの子も帰ってこなかった。今度もわかった、みんなで探しましょう。オルガが言った。さっきまではなかった。あら、ミキが指さす先には大きな亀裂。確かに地震前にここを立った時はなかったものだ。さっきの地震でできたよね。奥空洞になってるみたい。位置からしてダストシュートの集積スペースだろう。オルガとクロエが分析している傍らでアスナは妙な胸騒ぎを感じていた。一人で落ちそうな穴。ちょうどな、落ちたんじゃない。ちょうど入ってきそう。ポツリとつぶやくとハッとオルガが顔を上げた。まさかこれだけ探していないのはおかしいし。アスナは亀裂を覗き込むが暗くて向こうが見通せない。もどかしい。アスナはひらりとその中に身を踊らせた。え、マジ？パパがいた。手を伸ばせば捕まえられそう。だがどんなに走ってもどんなに呼びかけてもその距離が縮まらない。パパ、行かないで。どこ行くの？どうして戻ってきてくれないの？中は公園だったから。マジかよ。アスナは必死に叫ぶ。パパが行っちゃう。どうしよう。するとかすかに聞こえた。アスナ、安心して。もうすぐ帰るから。パパ。アスナ。あ、目覚めると目の前に心配そうに覗き込むイトカの顔があった。イトカ。イトカは目覚めたアスナに飛びつくように抱きしめた。ちょ、イトカ。あら、よかった、気がついた。死んじゃったかと思った。とか苦しい、話して。あ、ごめん。いやいや、声かけろよ、落ちる前に。いや、本当になんで勢いでいたんだろうな。離れるとイトカの泣き笑いのような複雑な表情が変わ、心配そうに小首をかしげて聞く。アスナ、どっか痛いの？ああ、体中が痛いわよ。落ちたんだから大したことないけど。でも泣いてるから。手の甲で自分の目元を拭うと確かに濡れていた。大したことじゃないわ。アスナはもごもごと言い、照れ隠しに周囲を見回した。殺風景な四角い部屋の中だった。辺り一面ゴミが散乱している。どうやらクロエの予想は当たっていたらしい。そこはダストシュートの終点のゴミの集積スペースだった。どうしてあんたこんなとこに落ちたの？こんな。困ったようにとかが返す。お水が飲みたくなって、それで探してたら地震が来て。それにはため息で答えて、アスナは上を指さした。ここに隠れているってんじゃないならとにかく出ない。うわ、また探索しに行くそうな。これはしごちゃうんか。これはしごちゃうんか。あ、でもコマンドある。上を見る。お、あの穴落ちてきたのね。いいとこは
丈夫だった？うん、ちょっと痛かったけど。そっか、あそこに戻るのは無理そうね。別な出口ってことか。木箱がある。嘘だろ。なんで木箱あんの？他にどこか出口あるかな。なんだよこの木箱。汚いパイプね。何かに使えるかな。さあ、わかんないわよ。鍵なー、鍵なー。こっから鍵探す至難の技じゃない。いやー、おー、これなんだ。これを動かせれば。いいのか、ちょっとそっち持って。重いよ。いいか、落とさないでよ。どかせられるんかい。あー、でもなんか線ある。コードが途切れてる。接続してみよう。おあ、今なんかランプがついたよ。ほんと？よし、もう一回やるわよ。あー、いとかに押さえててもらう。でも鍵がいるよな、どっちみち。いとか、コードを押さえてて。うん、ちゃんと押さえててよ。これかわいい。これでさっきのあのこれか。よし、ゴミが増えたぞ。増えたゴミが増えたぞ。またゴミが増えちゃったね。何か使えるものでもあるといいけど。いや、おそらくさっきこの増えたゴミの中に鍵的なものが来たはず。さすがにとかはもう避けただろう。よし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 。金属探知機が何か。あ、金属探知機が何かだ。多分この金属探知機を使って。あ、危ない。下よく見なさいよ。足はまったら簡単には抜けないわよ、これ。ごめん、ありがとう。今フンっていう理由な必要なかっただろう。多分これ金属探知機でどこかをこう探して金属の何かをゲットする。糸がまだ押さえてたんだ。それらしきもないですかね。あ、木箱にやるか。なるほど。何この箱、開かないの。鍵がかかってるみたい。中身が気になるわね。でも開けられないなぁ。金属探知機しかないんだぞ、こっちの手持ちは。この錆びたパイプを関係ないか。多分増えたゴミの中に何かあると見る方が絶対に正しいよな。結局固定観念に捉えられて、ゴミが2回に負けて落ちてきたやん。1回目に見つけておかないとダメだったのでは。え、罪ってこと？マジで言ってる？え、怖い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 。いや、こっちはとんの昔に金属探知機使ってるわけ。右のゴミ山？こっち系。なんかありそうっちゃありそうだけどなぁ。ちょっと2回連続でやったのまずかったかなぁ。まさか罪パターンがあるとは。いや、探知機ずっと使ってる。あ、そうか、上の様子見るか。確かに。ゴミも私たちと。それ。え、ごめんね。なんだこのやりとり。殺すぞ。さっさと出るわよ。こわ。てっきりこの辺に鍵がなんかこう落ちてるのかなと思ったんだけど。なんか今文字変わらなかった。マジ？え、どこどこ？金属に反応ある。マジ？マジマジ？あ、本当だ。あ、本当だ。やった！何これ？おぉ、コーヒーだ！やったい！金属探知機なくても見つかっただろう。よし、これで切断や。よし。ははははは。いいね。アスナ、頑張ってね。鍵なんかいらんかったんや、やっぱり。わかってるわよ。私が切ればいいんでしょ？よし。奇跡の木箱の中に鍵が入ってた。この鍵を用いて、あ、ここ押さえさなきゃダメか。なるほど。で、糸かに押さえさせて、ちょ、糸か。糸か？うん。なんで鍵があんなとこに置いてんの？たまたまじゃない？よし。
おおおおオープンか。蓋が開いてボタンが出てきた。よしよし、これできっと何か。おーおーおーおお。見たか、扉が開いたわよ。なになに、どうなってんの。見たか、聞こえる。あ、やべ、お別れだ。うん、どうしよう、アスナ。どうしようって、そんなのどうにかするしかないわよ。これ大丈夫か？火つくんじゃないか。ダメだわ、やっぱり開かないか。圧縮されるためにこの扉がどんどん迫っていくパターンじゃない？バイバイとか。まさのお別れ。もうあ、うーなに、どうしたどうした。イトカ、聞こえる？そっちから何かできそう？わかんないけど、やってみるね。おお、これは謎。これはなんかわかんないけど謎を解くぞ。あ、これがアス、あ、なるほど、こっちがアスナ側か。あ、これアスナ側だ。なるほどなるほど。押せないような。あ、やった。みんなやった。みんなやった。溶けた、ようやく抜け出せた。肩で息をしながら大きなため息を吐く。アスナに続いて、後に続いてアフロアに登ってきた糸かも。大きな安堵のため息を吐く。出られた。いや、なんか全部の色を同じにした方がいいのかなと思って適当にボタンポチポチしたら変わった。ありがとうアスナ、ありがとうアスナ。糸かの言葉があの子の面影に重なる。別に少しほてった方を糸かの視界から隠すようにアスナはぶっきらぼうに言って、後悔したくないだ。だが心の中ではそうつぶやいて、そうして疲れ切った二人はしばらくの間そこで壁にもたれて体力が戻るのを楽しそう。さっきね、あら、アスナが気を失ってる時パパって何度も言ってたよ。なんておっぱいがでかいんだ。アスナがカーッと赤くなる。な、言ってないわよ。言ってたもん。ここほんと炎のパート。じゃあ夢見てたのよ。戻ってきてって呼んでた。アスナがぐっと詰まる。そんなことまで声に出してた。お父さんどっか行ってるの？こんな子供がずっと続けばいいね。いとかが不思議な顔で聞く。どっか行ってる。いや、きっと殺し合うんだろうな。正気を失って殺し合うんだろうな。アスナはその言葉正直楽しみだわ。こういうほのぼのパートがあればあるほどその後の絶望パートの深みが増すからね。どこかに行っているだけなんで、きっと私のところに戻ってきてくれる。殺し合ってくれるんやろうな。さっきの夢で早く戻ってきてくれるといいね。無邪気な笑顔でイトカに言われるとアスナは自然とうなずいていた。アスナのお父さんがここに助けに来てくれたらみんな助かるのかな。あんたの両親心配してるんじゃないの。イトカは寂しそうに首を振る。私、お父さんもお母さんもいないの。あ、いないって。アスナは絶句する。何と言っていいか分からず聞き返す。死んじゃったの？分からないの。そうなんだ。初めて聞いたイトカの境遇はアスナの気持ちをイトカに一歩近づけた。でも分からない、分かんないじゃない。イトカがここにいることを知ったら助けに来てくれるかも。男が出てこないから嫉妬せずに済む。安心やわ。だがそれにもイトカはフルフルと首を振った。ううん、きっと来ない。私悪い子だから。私が悪い子だから私を置いていっちゃったんだって先生が言ってたの。ふーん。話は見えなかったか、アスナにはイトカが追っている心の傷の一端がなんとなく見えた気がした。だから
少しでも力づけるように少しおどけた調子で言う。それじゃあ私のとこにも助けなんて来ないな。相当悪だったから。え、そんなことないよ。ダメだ、どうしてもおっぱいに目が行く。じゃあいとかだってそんなことない。でも悪い子は助けてもらえないんでしょ。そういう意味じゃなくて、悪い子と悪は違くって。そうだよ、悪と悪だもん。もうチンコビンビンですよ神。だんだんと言葉の混ぜ返し合戦になってきた。それがおかしくて二人はいつしかクックと声を立てて笑い合っていた。こんな話をしていると本当にパパが助けに来てくれる気がする。あの日行ってくるよ。そう言ったっきり帰ってこなかった。悲しいな。でも私を見ていてくれてるんでしょ。ねえパパ、昔みたいに手を振って早く私を助けに来て。読めませんね。